ティレル DG016 は、ティレルが1987年の F1、世界選手権3専用に開発した F1 マシン。設計は、ブライアン・ライルスとモーリス・フィリップ。1987年シーズンにな、エンジンを使用した5つのチームのうちの1つである、ティレルが開発した。エンジンは、前年のロノー EF15 ターボから、コスアース DFZ にスイッチした。メインスポンサーは、 前年から引き続き、データゼネラルとアメリカの炭素繊維素材を扱う大手企業、コートールズを迎えた。ティレルのそれまでの車両名は3桁の数字のみであったが、このモデルでは、スポンサーのデータゼネラルの頭文字 DG が付与された。目立った、速さこそなかったものの、ジョナサン・パーマーとフィリップ・ストレーフは堅実に完走し、計11ポイントを獲得して、 チームランキング6位に輝いた。1987年シーズンにはターボ勢となぜの性能差があまりに大きいために、な限定のチャンピオンシップ、コーリン・チャップマントロフィー、ジム・クラークトロフィーが設けられ、ティレルはライバルのマーチ、AGS らを下し、その両タイトルを獲得した。ありがとうございます。